このレッスンでは Lightroom でロー画像に適用したスナップショットや現像プリセットを Photoshop のカメラローでも同じように展開して適用する方法について解説をします。ここではこのロー画像に露光量を高めて明るくします。ここでは1.3に設定しています。 この現在のヒストリーをスナップショットに記録します。Mac ではコマンドプラス N、Windows ではコントロールプラス N キーを押して、スナップショット名に、ここでは、録音量、プラス、1.3と入力して、 をククリックしますスナップショットに追加されます。ここでプリセットで Lightroom プリセットからポジプリント帳を選びます。この状態で Mac では Command N、Windows では Ctrl p l N でスナップショットを作成します。 ここではこのまま作成をクリックします。スナップショットに追加されました。この調整結果をメタデータに一旦保存します。Mac では Command s Windows では Ctrl p l u S キーを押すとダイアログが表示された場合は続行をクリックします。スナップショットを作成してメタデータを保存した写真を フォトショップのスマートオブジェクトとして開いてみましょう。右クリックで、他のツールで編集から、フォトショップでスマートオブジェクトとして開くを選びます。フォトショップが起動して、写真が開き、レイヤーパネルを見ると、 これがスマートオブジェクトであることがわかります。このスマートオブジェクトをダブルクリックすると、この写真はローであることからカメラローで開きます。スナップショットを開くと、Lightroom で記録したのと同じスナップショットがそのまま適用されていることがわかります。もちろんクリックすると、スナップショットの 効果が適用されています以上、Lightroom で適用したスナップショットを、Photoshop のカメラローで展開する方法についての解説でした。Photoshop でも Lightroom のスナップショットや現像プリセットを含めた調整をしたいときに活用をしましょう。